アイサトチャンネルのアイト、アンさんです。先日コミュニティの方でも書かせていただいたんですけれども、アイサト夫婦で一緒にコロナに感染してしまい、 1,2 週間ほど活動の方をちょっとお休みさせていただいていたんですけれども、無事本日から復活いたしました。ちょっと声は収めねえけどね、ちょっと鼻声なんか治んなかったりとか、あと咳がね、やっぱどうしても残ってしまうんで、でかいっていうわけではないんですけれどもでもだいぶ良くなりました。そうというわけで、今回は何かと言いますと、まあコロナから復活しましたっていうことのご報告と、浜田省吾さんのオンザロード2023ウェルカムバックトゥーザロックショーユースインザジュークバックスの一般抽選の開始ですよ。応募をさせていただいてたんですけれども、今回からは初めての一般の方もちょっと応募をさせていただきたいな、はい、しようかなと思っております。はい、思っております。前回までも別に良かったんやけども、今回はわざわざ公式さんの方で当選公演以外であればどなたでもお申し込みいただけますってわざわざ書いてくださってるんで、じゃあちょっと挑戦してみようかなみたいなね。そうですね。もしこれでね当選すれば、初めて浜田省吾さんのツアー中に2回行くっていうね、っていうのが夢のようなことができるかもしれない。絶対に釣れない。でももし会える機会が増えるんだったら嬉しいなっていうことで、僕たちは先行の方では1月6日土曜日最終の埼玉アリーナ、もうここで運をかなり使い果たしてるからね、うん、というわけで早速申し込みをしていきたいと思います。はい、今日が6月11日の日曜日なんですけど、本日の13時から6月20日火曜日の17時まで申し込みの受付期間になっております。この間であれば先着じゃないんでね、急がず皆さん間違わずに申し込みの方やってください。結果の方は6月28日の水曜日12時からですね。ドキドキ。第1希望がで、第4希望が横浜の2日目、第4希望まで入力しました。はい、で枚数は愛と僕の2枚、送信、はい、お申し込みが完了しました。いやー、どうなることやら、6月28日の12時楽しみっていうかドキドキ。いやーねー、これはちょっと緊張がね LINE とかね、モバイルサイトとか の先行抽選、あと各プロモーターさんたちの先行抽選っていうのを、映画館とかであった視聴者さんとかもそっちの方で、ね、当選しましたとか ね、コメントでもそちらの方で当選しましたっていう方もいっぱいいらっしゃったんで、よかったです。おめでとうございます。いや本当にね、行きたいっていうファンの方々が1回でも絶対行ってほしいよね。いや本当にそういう風に参加できればなっていう。そうですね、今回のライブでは参加できる方多いんじゃないかって浜田省吾さんもおっしゃってたので、本当にそうなってくれたらいいなっていう風に思います。今回の一般のやつで初めて応募するっていう方もいらっしゃると思いますのでね、そういう方たちがどうぞ当たりますように。はい、当選されますように一緒に願っております。というわけでね、これから僕たちはどこにも宿りしに行くかっていうことを考えつつ、そうですね、どこにも宿りしよう、行きたいよね。なんか前撮りちょっと今年いっぱいしたいですね。業者さんもね、群馬県前撮りした時に衝撃を受けたように言ってくださったので、なんか嬉しかったです。一番初めの場所に行ったから、あ、そうだね、長野ビッグハットっていうのも行けたなと思ったりね。もともとあれ学生の時に長野行ったんだもんね。そうそう、松本も深いって言ってたよね、おったんは。星を綺麗に眺めるっていう野望を常に。あ、そう、まだできてないの。そう、毛布に踏まれつつね、ラストショーみたいなことをしたいんですけど、ね、長野でやってもいいと思ってるの。という感じで今回はちょっと抑えめの感じになっちゃってるかもしれませんけど、ね、でも心はすごいテンション上がってる。テンションこっちの中ではうわーっていう感じなんですけど、ちょっと実際はうわーってなってる。声が出ない。声が出ない。うん、本当に1日たつたんびに少しずつ元気が戻ってるのをすごい感じるんですよ。ただ1、2ヶ月後に気が抜けるんじゃないかっていうのが怖くて、そう今から亜鉛のサプリメント、そう、そういうので効くのかなと思うのも分からないですけど、とりあえずね、何かしらできることは全部やっておくっていう、はい、これ以上ちょっと俺の方はね、髪の毛薄くなるとね、死活問題。大丈夫だよ。私はもうつるっとなくなっちゃうかもしれない。
毎回ね、もう赤ちゃん連れてなかったもん仲良くするんですよ。あら、ほんと？ありがとう。でも、愛さんが連れてなんて、もう私するってできないの。スキンヘッド系 YouTuber でした。急に路線が変わった。ちょっとずつ回復しつつ、で、よりね、もっと元気、もう今十分も元気なんですけど、もっと全開できるように、ね、そうですね、回復徐々にしていけたらなと思っておりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。療養中、皆さんの温かいコメントがね、すごい本当に超優しい。コメントはなんとかこう、って見てたんですけど、コメントの方は本当すべて見させていただきまして、本当に心の支えになりました。皆さん本当に優しいお言葉で、早く元気なの、早く元気なのと思いました。すごい元気もらえて、なんか心細いって最初思ってたけど、いっぱいコメントをもらえて、わあ嬉しいと思って、それがやっぱ元気に、本当活力になったから、ありがとうございました。ありがとうございます。という感じで、今回はコロナから回復しましたよっていうのと、浜田翔子さんの一般抽選が始まりましたよということで、ちょっと挨拶も今回初の一般応募をさせていただきましたという動画になりました。もしこの動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。挨拶の部屋やアンさんの古本というチャンネルもやってますので、よかったら下記概要欄からチェックしてみてください。 Twitter や Instagram もやってますので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。ピース。ちょっと声が上手くなるね。ちょっと腕上げるのがちょっと。